僕はあなたに伝えなければならないことがあります。私にですね。はい、どうぞ。10月の31日に名古屋に行きます。私も行きます。どうも皆さん、こんにちは。滝沢勝也と石川美穂です。2人合わせて歌いつつです。どうもこんにちは。突然ですけれども、名古屋、大阪、神戸、札幌という4都市にですね、私たち歌いストが行きますよという、そういうお知らせ動画でございます。いつも巡業なんていう言い方をしているんですけれども、参加費無料、そして事前申し込み不要なんていうスタジオライブツアーをいつもやらせていただいているんですが、10月の31日からまた4日間、それぞれの地域を回らせていただくことになりましたので、ぜひ遊びに来てくださいというお知らせ動画です。軽く日程をお話しさせていただきますと、10月の31日が名古屋、翌日の11月1日が大阪、その翌日の11月2日が神戸で、3日は僕らちょっと飛行機でブンと移動しまして、11月の4日、祝日の月曜日が札幌というスケジュールになります。基本的にその入場無料でね、バッとやってるんでね、本当に気軽に遊びに来ていただければ幸いでございますということです。で、いくつかお願い事みたいなのがあるんですが、とりあえず一つとしては皆様にその終演後に気持ちというか、その寒波といいますか、お気持ちをお願いさせていただいております。任意ですし、別に金額とかもいくらでも構わないんですが、一応1000円以上いただいた方には歌いストから巡業限定グッズをプレゼントさせていただきますので、ぜひご検討いただければ幸いでございます。どんなグッズかはお楽しみに。で、2つ目、いつも撮影全部 OK だよってさせていただいているんですけれども、ちょっくらその他のお客様がね、その映ったりとかして、こうちょいちょいこうトラブル的なことがなきにしもあらずなので、今回からはちょっと申し訳ないんですが、演奏中か、もしくは物販してる時のこの3ショットとか2ショットとか、そちらだけに撮影は OK とさせていただこうかなと思います。それ以外の、例えばその普通にこの会場がこうワイワイしているところとか、あとこうね、他のファンの方とね、その交流しているところの、その撮影したりとか写真撮ったりとかはちょっとなしでっていう感じでよろしくお願いいたします。その他の細かいこと、詳しい場所とか時間とかに関してはブログの方にバーッとまとめておいておきますので、おい、ちょっと行ってみようかなと思ってくださった方は、必ずご一読の上遊びに来ていただきますと幸いでございます。バババッと喋りましたが、多分以上。わかりやすい。バカにしてくれ。すごい。僕もです。私も行きますから。はい、やったね。一緒に。やったね。よろしくお願いします。一人じゃない。一人じゃん。一人でも二人でも同じぐらいじゃないんですか、楽しみ方は。いや、いつも自由だから。そう、僕はめちゃめちゃわがままだ。めっちゃ気遣ってもらってますからね。疲れちゃうから、ね。すいませんね。あ、そういうことか、そういうことか。そうそうそう。いや、そんなことございませんよ。いつも楽しくやらせていただいております。ありがとうございます。そんな感じです。まあ、歌い手知らなかったという方も、ね、たくさんいらっしゃるかと思うんですが、どんなもんだろうと、友達とか会社の先輩とか同僚とか、ご家族とかご兄弟、ぜひお誘い合わせの上遊びに来ていただきますと幸いでございます。では、そんな感じでブログをチェックしていただくか、もしくは当日会場でお会いいたしましょう。それではさようなら。さようなら。滝沢勝也と石川美穂でした。歌に合わせて歌い手でした。うん、無職なんですか。